パンツァーマイスターの35分の1ミリプロレビュー、メリークリスマスということで、はい、皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回はクリスマスということなんで、なんか一応やってみたいなと思って、こういうのを引っ張り出してきました。ということで今回ご紹介するキットはこちらです。アメリカ軍主力戦車 M1A2 エイブラムス with タスク1 and タスク2クリスマス特別バージョンということです。見ての通りですね。はい。左側にはまってる帯、某国大統領の、就任記念ですかね。はい。なんで、多分出たのは2016年ぐらいの、キットなんですけど、モモデルの M1A2 に、九段の国の大統領の、フィギュアがついているという、お笑い、特別バージョンですかね。はい。なんですかね。こういう、しゃれっけっていうんですかね。遊び心っていうんですかね。はい。好きですね。はい。特に、モデル、中国のメーカーなんで、こういうことが、起こったっていうんですかね。はい。で、フィギュアも後で中で見せますけど、帯の微妙に似てないっていうんですかね。ちょっとあれみたいな絵もまた最高ですね。はい。そういうことなんで、早速中見ていきましょう。はい。もう画面いっぱいっていうんですかね。箱がすごいでかい上に深いです。第二次大戦中の車両だと、もうフルインテリアっていうんですかね、最近流行りの。ああいうのが入ってるレベルですね。はい。組み立て説明図です。これは塗装図ですね。車体の上と砲塔のパーツです。これも車体のパーツですね。これ足回りですね。はい。これ砲塔の周りのパーツですね。はい、これはもう側面走行ですね。細かいパーツ類、これはあれですね、機銃とちっちゃい砲塔ですね。履帯のパーツです。クリアパーツが2枚入ってますね。これは箱ゴミ済みのカブル車体、ポリキャップついてますね。エッチングパーツとデカールで、例のお方のフィギュア、パーツは以上ですね。組み立て説明図です。はじめのページとかは、何カ国語かで、開発の履歴みたいなものが記述で、これ説明書きというか、注意書きですかね。はい。で、ここから組み立てですね。天輪、車輪を組み立てて、で、これは、塗装板の組み立てですね。アクセル、車軸は組み込み型ですかね。はい。で、下部車体にサスペンションをセットしていくと。で、天輪をはめて、もう上部車体はこの時点でもう貼り合わせですね。はい。で、排気口あたりの工作をして上につくものですかね。はい。これはあれかな、ドライバーズハッチのところかな、運転席ですかね。はい。車体上面にいろいろパーツ
組みつけていって、なんかのカバーですね、バッテリーかなんかかな、はい、はい。で、排気ラジエーターとかかな、これは排気管ですかね、はい。で、これは側面走行かな、はいはい。で、これはあれですね、爆発走行ですか、はい、あれの組み立てと履帯は、はい、これだけですね、はい。で、側面走行取り付けて、砲塔の組み立て。まあ、中はあれですね、基部がちょっとついてるだけで、砲塔に付く外側のものとか、で、砲身もなかですね、はいはい。なんていうんですかね、直線で、こう造形されているものが多いっていうんですかね。シンプルですよね。はい、すごく本当にまあいろいろ外側につくものをつけて、これはラックですね。はい、はい、でスモークディスチャージャー組み立てて、でこれはあれですね。機銃のついてるちっちゃい砲塔ですね。はい、でそれらを砲塔に組み付けていくと、で、これは横とか後ろにつく、まあ、カゴ。まあ、カゴっていうか、まあ、物入れのラックですね。はい。エッチングパーツ、はい、ありますね。これは、なんだろうな。エアコンって書いてありますね。室外機ですね。はい。なるほど。で、エアコンの室外機やらラックを取り付けて、はい、さらに、走行取り付けて、こうですね。北東側面の爆発走行をつけて、ワイヤーとか細かいものを取り付けて、車体に乗せると。で、最終的にちょっとした小物ですかね。はい。まあ、予備の、はい、スプロ系のギアとか、まあ、車輪ですね。まあ、そういったものの搭載。で、最後にパーツですね。はい。結構なボリュームだっ気がするんですけど、パーツランナー数はそんなに多くはないですね。はい、塗装図です。まあイラク戦なんで基本塗装は全部一緒でマーキングが違うっていう感じですかね。はい、箱組み済みの下部写真とポリキャップです。まあディティールに関してはまあ普通ですかね。普通もう最近ディティールに優れたものを、まあ、見慣れちゃってるんで、まあ、悪い意味であんま感動しなくなりましたけど、まあ、普通ですね。はい。で、これですね。溶接跡ですか。はい。ここきっちりついてますね。あと、見る限りは、ここの部分とここが、表面が違うんですよね。はい。違う素材の鋼板を貼り合わせたっていう意味なんですかね。はい。微妙になんか表面が違いますね。はい、砲塔と車体上部の、はい、パーツですね。はい、砲塔はこういうところですかね。こう表現がこう結構違ってて、これ滑り止め加工とかになるんですかね。メルカバとか確かそういうような表現とかされてたのを見た気がするんですけど、まあこういうところもまあしっかりしてるっていうんですかね。原車両ってとにかくすごくシンプルであまりゴテゴテ物がついてないっていうイメージなんで、あっさりした感じですけどいい出来なんじゃないですかね。はい、これは下ですね。これ溶接跡とか、はい、で手法はまあかっきりモナカですけど、まあまあまあ、はい、仕方ないかなと。はい、これは燃油給油口ですかね。はい、でもこうですね。まあよく見ると結構細かく、はい、表現されてますよね。で車体上部ですね。はい、当然こういうとことこういうところはもう表面が違いますね。はい、
いや、なんですか、いいんじゃないですかね、いいんじゃないですかねって、なんかちょっと一言ですけど、こういうところもすごく細かいっていうんですかね、まあリアルって言えばいいのかな、はい、パーツ細かく分けずに、はい、いい感じで仕上がる、うん、そんな感じの車体ですね。うん、外側につく走行班が主ですかね。はい、このでかいやつはあれですね、あの底に貼るやつだな、確かバージョンアップして、下の走行強化をした時のやつですね。いやいや、まあまあまあ、あの当たり前なんですけどちゃんとついてますね。はい、でこれの辺はサイドアーマーですね。はい、うん、あのやっぱり A 面で分割されたものが多いんで、なんかすごいシンプルに見えちゃいますよね。はい、うん、これ車載機銃ですね。はい、まあ、相変わらずあの M2 自由機関銃って感じですね。ロングセーラーの、はい、もうこれはもう見ての通りのこのかまぼこ型のやつは、あの爆発走行ですね。側面、砲塔のやつも入ってますかね。はい。こっち側にあるパーツはもう、あの、機銃と、もうちっちゃい砲塔って言っちゃっていいんですかね。はい。そういうところのパーツですね。はい、細かい、この、シンプルな中でも、必要なディティールは十分あるって感じですね。うん。いや、なんですかね、あの平らな面ばっかりで割と大味なイメージだったんですけど、やっぱりさすがはモンモデルですね、やることはきっちりやってますね。あのこういうところとか、はい、あすごくいい感じですね。うん、これは砲塔の外側につく、まあ、ラック類とかハッチやらフックやら、まあ細かいパーツですかね。はい、うん、まあ繊細ですね。はい、あの取り扱い注意のパーツですかね。はい、はい、削るのも接着するのもまあ注意って感じですかね。はい、下のこの辺は方の基部かな。はい、で面白いというか、あのあさすがだなと思うのは、あのこういうあの外につけるあのまあ多分あの物入れの箱なんでしょうけど、あのこれ上側結構この横と違うんですよね、あの表面処理がダラダラしてて違う素材を使ってますよっていうのがすごくよくわかりますね。はい、うん、いやいやいや、まあまあでもさすがですね、あのこういう細かくあるべきところは、まあ通常なら真鍮線使って作るようなものも、はい、きちんと削りさえすればそのまま使えそうな感じの精度ですね。このパーツはまあ、砲塔の外に主につく、機銃塔とかハッチ周りのパーツですね。はい、これはキューポラって言ってんですかね。はい、あのいやまあ複雑な造形をよく抜いてますよね。はい、でこれは上につく、はい、八角形のやつですね。はい、なんかもうリアルな表面処理をしてあって、細かいモールドとかもすごくよくできてて、いやーまあなんかさっきもねちらっと言ったんですけど、もう原用車両ってこう結構大味なイメージあるんですけど、いやーどこへそんなことはないですね。はい、うん、いやいやいやいいですね。これはこれは機銃の弾薬箱と、これハンドルですね。いや細けー、うん、で重心、まあ銃これですね。はい、まあまあ銃口は開けなきゃなんないですけど、この太さなら今はもう問題ないですよね。このランナーも外側につく、まあ細かいパーツが主で、まあ目立つのはやっぱりこういうあのグリルのついてるものとかですね。まあ綺麗に抜けてますね、こんな細けいの。いやいやさすがですね。でこの辺は例のあのエアコンですかね。はい、室外機かな。はい、でこの辺が排気管っていうんですかね。はい、外側の、はい、排気側のメッシュ、これはあれですね、フェンダーですね、フェンダーの先っちょ、
で、ワイヤー。はいはいはい。いやー、なんですかね、細かいパーツ一つ一つが、やっぱり、なんだろう、丁寧にできてるっていうイメージですね。足回りのパーツです。同じランナーが2枚あります。はい、天理のアップです。いいんじゃないですか。はい、なんか別に投げやりで言ってるんじゃないですけど、いい造形ですよね。こういうとこの割れてるとことか、細かいですよね。もう本当に対戦車両と比べて本当にシンプルだっていうイメージあるんですけど、やっぱり、細かい造形素晴らしいですよね。こういうところも、これ、多分、どっちかの器部ですよね。はい。で、これ、キドリンですから。はい。で、こっちの輪っかは、まあ、予備の歯車ですよね。いいっすよね。で、下にある、これは、まあ、アクセルですね。はい、車軸。スライド金型を使って一体形成してますね。はい。もう、前回かな、はい、前回の3号戦車の時にも言ったんですけど、まあ、これをスライド金型使って一体形成しなくもっていうふうには、まあ、どうしても思っちゃうんですけど、まあでも、さすがですよね。はい。リタイのパーツです。同じランナーが3枚あります。パーツの色が真っ黒欠形なんで、ちょっと見づらいですけど、表側ですね。これは多分、こっち側は、ツルツルなのが内側で、こっち側のパターンがついてるやつが表側ですね。で、リンクピン、センターガイド。はいはい。なんかどっかで見たような、こう、構成だなと思ったら、EG8 ですかね。はい。あれと、作りが基本一緒ですよね。はい。アメリカ軍の履帯ってもう、あれで完成したってことですかね、構造的には。まあもちろん強度や、材質や、大きさは違うんですけど、はい。裏側見ましょうか。はい、裏側です。こうですね。凹凸。まあ、それを、こう、ここだけ接着。で、リンクピンを挟むだけ。あと、まあ、センターガイドですね。これは、これで一応、はめ込むと。これも接着かな。はい。まあ、ワーカブルってことなんで、まあ、チークついてましたし。まあ、コツ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 作業って感じですかね。まあ、いやまあでももう、こういうの当たり前の時代になりましたね。本当にね。はい。クリアパーツです。今回は3枚あります。で、こう袋に入ってるんですけど、ビニールで保護してありますね。はい。このパーツ、まあ、四角いやつは、もう、ボートについてるカメラですかね。カメラアイだとか、機銃のところの、まあ、ボーダーバンチですかね。ああいうところのやつですね。はい。まあ、でかいですよね。はい。はい。このランナーは、ライトのレンズと、あと、ちっちゃいやつはドライバー席のやつですかね。でかいのは、社長のところについてるやつかな。コマンダーズキューポラのかな。はい。いや、結構複雑な造形ですよね。はい。で、これは普通のキューポラ用のやつですね。はい。いやまあ、複雑な形してるんですね。みたいな。はい。はい。デカールです。カメラを起こしてありました。はい。まあ、アメリカ軍の、まあ、舞台マークですよね。はい。和紙とか骸骨とか、まあ、わかりやすい、はい。イメージのものと、あと、まあ、細かいこういう注意書きとか、ラインとかですね。はい。いや、綺麗ですね。はい。チューニングパーツです。これは、車体上部のエンジンの上のグリルのとこのメッシュですけど、まあ、すさまじく細かいですよね。で、ちゃんと抜けてますね。はい。もう一枚のチューニングパーツです。メッシュは、あれですね。カゴって言うんですか。はい。物入れのラックの底に敷くものですね。はい。こういろんな形状をしてるんですけど、丁寧にっていうんですかね。はい。きちんと再現されてますね。はい。あと、まあ、車体につく、まあ、パーツとかがいくつかですね。はい。構成はシンプルですね。
はい、例の人っていうんですかね、某国大統領のフィギュアですね。ヘッドが2つ入ってますね。はい、はい、スノーヘッドです。真っ白いんで、サーフでも吹かないとちょっといまいち分かりづらいかもしれないですけど、特徴をよく捉えてるっていうんですかね。はい、そっくりじゃないんですけど、そっくりだったらそれはそれで問題ありでしょうけど、なんつうんですかね、いや、いい表情としか言いようがないんですけど、はい。はい、これは、ナイトキャップではないですね。はい、帯の絵にあった、サンタ帽っていうんですかね。はい。かぶったバージョンで、なんですかね。はい。笑うしかないですよね。はい。いい顔してますよ。はい。スーツ姿のボディですね。はい。リアルなスケールになってるんでしょうね。はい。はい。いや、パーツの紹介は以上です。総評です。まず、ちょっと、なんか楽しかったです。好きな人にはちょっと申し訳ないんですけど、その、原用車両ですよね。割と大味なイメージをちょっと持ってはいたんですけど、よくよくこういうキットをですね、パーツよく見てみると、細かいところっていうんですか、この戦車になったらやっぱり特に砲塔の上についてる機銃砲塔っていうんですか、はい、ああいったものとかラックで、爆発装甲とかも含めてその、細かい表現とか、すごくよくできたキットで、箱がすごいバカでかかったけど、パーツの数はそんなに大きくなくて、元がでかい戦車なんで、当たり前なのかなっていうイメージでしたけど、一つ一つのパーツも、細かいところは本当に細かくきちきち再現されてて、ああ、やっぱこういう感じなんだな、みたいな。はい。何しろあんまり作ったことなかったんで、今一つイメージがわからなかったんですけど、こういう造形なんだなっていう。はい。組み立てやすそうでもあったし、履帯はさすがに一個一個はめて接着しなきゃいけなさそうだったんで、ちょっと大変そうかなって感じだったけど、モデルカステンとかに比べたら、そんなに大変でもないかなっていうイメージでしたからね。はい。あとは、キットはともかくとして、こういう企画っていうんですか、なんだろう、よく出したなっていう感じですね。僕は当然日本人なんで、日本ではあまり考えられないっていうんですか。はい。まさかに一丸式に誰ぞのフィギュアをつけて売るっていうことは、ちょっとこの国では考えられないんで、はい。こういうその感覚が日本ではちょっと考えられないんで、そういう意味で楽しかったですかね。あと、フィギュアの出来も冒頭でちょっと言ったように微妙に似てないっていうんですか。はい。あんまりそっくりだと、それはそれで問題が出てしまうかもしれないんで、特徴をよく捉えたフィギュアで、何すか、笑うしかないですよね。いわゆる、シャレなわけですから、そこのとこ分かってほしいっていうとこだとは思います。はい。クリスマスらしいって言えるかどうか分かんないですけど、ちょっと、こういうものもありますねということで、動画見てくれる皆さんに楽しんでいただければと思って、作ってみました。はい。今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。